皆さんこんにちは。タイムラプスクリエイターの成沢です。どうも。このチャンネルを見ている方っていうのは基本的にカメラユーザーだと思うんですよ。自分のカメラを持ってて、そのカメラでタイムラプスが撮りたい、成形写真が撮りたい、星が撮りたいということで、いろいろ情報を取りに来て私のチャンネルを見に来てくれてると思うんですけど、惑星を撮影するっていうことになると、普通にカメラやってるとなかなか理解できない話が多いんですね。でもちろんインターネットで検索をすればいろんな情報を取り出せるんですけども、やっぱりですね、上級者の方のブログとか、YouTube 動画とかがですね、非常に多いので、ちんぷんかんぷんなままで終わる人って多いんじゃないかなっていうのは前から思ってたんですよ。ですので、この動画一応後編にあたりますけど、はですね、ちょっとテイストを変えまして、カメラユーザーのための惑星撮影の基礎講座ということで、この動画を作りたいと思います。で、基本的にはその自分の持ってるカメラ、一眼カメラですね、で惑星を撮りたいと。で、そのためにはどうすればいいかっていうのを紹介していきます。で、ゆくゆくはですね、本当は惑星の撮影って一眼カメラでやるもんではないんですよ。惑星撮影用の CMOS カメラっていう専用のものがあって、それで撮るのが本当はいいんですね。なんで、ゆくゆくはそっちにステップアップする人のためにですね、 CMOS カメラについてもちょびっと触れます。今日もよろしくお願いします。行ってみましょう。この動画だけでは、分からないことたくさんあると思いますので、追加の質問はコメントにください。基本的には私全部コメントを返しますから、恥ずかしがらず何でも質問していただけたら、嬉しいです。今日ですね、ちょっとカンペ見ながらやりますから、はい、私はですね、惑星の撮影はそんなに得意な方じゃないです。できるぐらいですかね。あ、こういう感じなんだねっていうところまで行った人ですね。そんなに得意な人じゃなくてもここまでいけるんだなっていうふうにですね、思っていただきたいなと思いますね。はい、じゃあ今日は5つの観点でまずお話ししたいと思っています。1つ目がカメラ、何を使ったらいいか。2つ目がレンズですね、を何を使ったらいいか。で、3つ目が赤道儀の話で、4つ目が撮影方法ですね、どうやって撮るんだっていう話で、5つ目が画像処理、どういうソフトを使って惑星の画像処理するのかって、この5つの観点でご説明をします。で、最初にですね、理解していただきたいことがあるんですよ。ですね、ニコンさんのホームページで参考になるページがあるんですけどね、ちょっとハイエンドのコンパクトデジタルカメラで P1000 っていう機種が発売された時にですね、その P1000 がすごくズームの効くカメラだったので、惑星が撮れますよってことで、そのニコンの P1000 のですね、特集ページの中に、P1000 で撮った土星の画像があるんですよ。で、そのページを見ると焦点距離のところに12000ミリ相当って書いてあったと思うんですね。これがまず最初の目安になると思います。何ミリやれば惑星撮れるんですかっていう質問に対して一つの答えだと思うんですよ。1万ミリやったらこれぐらい撮れるんだなっていうことは、もっと大きく撮りたかったら2万ミリとか3万ミリとか必要なんだなっていうのがこれでわかるわけですよね。で、まず焦点距離がそのぐらいになりますよっていうことと、惑星の撮影に適した F 値っていうのはだいたい F30 から F40 の間って言われてます。すんげー暗いなって普通のカメラやってる人は思うんですけども、惑星の撮影マニュアルフォーカス基本になります。なので1万ミリとか2万ミリで明るい F 値でピントを合わせられるかっていうと、まず無理ですよ。なので、そのぐらいの深度が必要だっていうことと、あとカメラのレンズも同じ考えですけど、絞るとやっぱ開放では出てしまう良くないところが絞ると良くなるじゃないですか。なので、ある程度暗い F 値撮影した方が像は安定するよと。惑星の場合はそれが F30 から40の間なんだよっていうことなんですね。で、この2つが目安になります。で、焦点距離に関してはいろんなシステムを組み合わせて撮影をするんですね。
なので焦点距離はですね、簡単にポッと1個出なくて合成焦点距離っていうの方法になって、この合成焦点距離の計算が必要になってくるんですよ。でそれの計算がですね結構難しいので、私はこの組み合わせとこの組み合わせでこういうふうに取れましたっていう実例を出しますので、あ、これとこれ選べばこんぐらい映るのねっていうふうな目安になりますから、はい、まずこの2つ、最初に、押さえておいてください。すいません、ここ別撮りをしております。全然違う日に撮ってます。今の絶賛編集中だったんですけど、ですね、ここの場面でカメラについてこう喋る予定だったんですけど、ちょっと変更したいと思います。なぜかというとですね、昨晩晴れまして撮れちゃったんですよ、火星の写真が、動画もね。でそれで同じ機材でフルサイズ APS-C マイクロフォーザーズでこうカメラを入れ替えてですね、撮影することができたので、それをお見せしたいなと。で結論としてはフルサイズでも APS-C でもマイクロフォーザーズでも惑星の撮影はできますよっていう結論にはなるんですけど、まあ向き不向きはあるにしてもね、実際の比較作例をもとにご紹介したいなということで、ちょっと話の内容を変えようと思います。でもう一個お伝えしたいのが、今回の動画ですね、めちゃめちゃなんていうか、内容が重いというか、ちゃんと作ろうとしちゃったので、ちゃんと作ろうとしちゃったってちょっと言い方おかしいですね。25分ぐらいの動画になっちゃったんですよ。さすがに長いので2回に分けます。で、この今のこの動画は、まあ、引き続き惑星の撮影の基礎 についてこうお話をします。後半は同時にアップする予定ですので、そっちを見ていただきたいなと。カメラによる惑星の写りの違いっていうのはこの続編の動画でお見せしたいと思いますので、そっち見たい方はもうここから飛んじゃってください。まあでもこの後結構いいこと言うので見てった方がいいですよ。はい、それでは引き続き見ててください。じゃあまた元の動画に戻ります。はい、で次はレンズですね。レンズですが、焦点距離が非常に長くなるので普通のカメラ用のレンズではまず無理です。天体望遠鏡をご利用ください。天体望遠鏡でも目安としてはですね、だいたい600ミリ以上っていう感じで大丈夫だと思います。ちょっと私の機材見せましょうか。ちょっと待ってくださいね。屈折式の望遠鏡ってやつ、ちょっと入んねえな。これが屈折式の望遠鏡ってやつ、レンズ入ってますんで、はい、このレンズ入ってるタイプが屈折式の望遠鏡って言います。まあこれにカメラをつけて撮影をするんですね。で、もう一個使ってるのがこれが、はい、これがですね、高橋のミューロン180っていう、天体望遠鏡のここにスターベースって書いてます。これスターベースってお店があるんですよ。でこういうですね、屈折式のタイプっていうのがだいたい600ミリぐらいなんですよ。600ミリぐらいで、こっちのカセグレンっていうんですけど、マクストフカセグレンとかシュミットカセグレンとかいろいろあるんですよね。こういうタイプの天体望遠鏡がだいたい1000ミリとか2000ミリとかそういうタイプになってきます。でレンズの口径が全然違うんですよね。こっちは8センチでこっちが、18センチかなあるので、これ口径大きい方が焦点距離も稼げますし、なおかつ解像度が上がりますので、上を目指す方はこういう大きいタイプの望遠鏡を使うことをお勧めします。まあ、有名なところだとこの高橋のミューロン、あとはビクセンの VC200L、VMC200L、 それからセレストロンですねの H800 とか C8C14 とか、そういうクラス、値段はそれぞれバラバラですけども、そういうタイプの天体望遠鏡を使った方が惑星撮影には向いてますよってことですね。でかい。どうしても望遠鏡って大きい機材になるので、ちょっと私の部屋で全部を紹介するのは難しいんですけども、次に赤道儀ですね。これだけ長い焦点距離になるともうすぐ視界からいなくなります。日周運動で地球が自転しているので星が動いていくんですね。何もしてなくてもこれだけのスピードで惑星が動いていくんですよね。だからピント合わせたりとかカメラつけたりとかしてる間にもうずれちゃうので、星を追いかけてくれる自動追尾っていう機能のついた赤道儀が必要です。これがないと撮れないと思ってください。ポータブル赤道儀、ポラリエとかね、そういうものでは残念ながら厳しいです。しっかりとした赤道儀を使ってください。
これ重さも性能って言いますからね。だから撮影方法ですが、カメラ、一眼カメラで撮影する場合は基本的に接眼レンズを使った拡大撮影っていう撮影方法になります。望遠鏡って望遠鏡の焦点距離に接眼レンズの焦点距離を組み合わせて、見るもピントが出るようになるものなんですよ。実際その目で見るための接眼レンズをつけつつ、そこにカメラをつけるというような感じですね。ちょっとこれも見せた方がいいね。ちょっと待ってますね。よいしょ。これまあ、拡大撮影する場合は、私はですね、このカメラをつけるために、まあ、いろんなリングを組み合わせてこういうの作ったんですけど、まあ、こういうふうにアダプターを挿して、この接眼レンズ、こうやって目で見るものなんですけど、この接眼レンズをこのアダプターの中に入れるんですよ。メーカーの純製品使ったら、こんな複雑なアダプター使わなくても全然いけますん で、接眼レンズの上からこうアダプターをかましまして、で今これキャノン用のマウントついてるんですけど、これをですね、これマイフローフォーザーで変換して、でこうやってつけてます。はい、接眼レンズを中に入れて、撮影するのが拡大撮影っていう感じですね。まあ、これで赤道儀の上に乗せて撮影をすると、接眼レンズを通して見えてる像をさらにカメラで拡大するっていう感じですね。なおかつ今の機材を使って、動画で撮ります。これね、すごい撮影方法なんですけどね、惑星撮影では革命的な撮影方法だと思うんですけど、まあ、スタック処理って言われる撮影方法なんですけど、動画で撮影をすると、まあ、例えば1秒間30フレームで動画を撮ったとするじゃないですか。1秒で30枚写真を撮ってることになるんですよ。でそれを1分60秒続けたら、30×60 で1800枚写真を撮ることになるんですよね。動画で撮った素材を、写真としてばらしてですね、ブレているところは跳ねのけて、いいところだけ加算平均合成をして、ノイズを減らしていくと。でそうすると高解像度な画質が得られますよっていうのがこの惑星の撮影方法なんですよ。ですのでワンショットの写真じゃなくて動画で撮影するっていうのが基本的なスタイルになります。で撮った動画は、画像処理5つ目ですね。画像処理をします。画像処理に関しては有名なのはレジスタックスっていうソフトがあって、これ英語のソフトなんですけどね、動画を取り込むとその解析をしてくれて、いらないやつは全部跳ねのけてくれるんですよ。で必要なやつだけ重ねてくれるっていうソフトなんですね。でそこからウェーブレット処理とかって言うんですけども、レジスタックスの中にその惑星の模様とかをこう浮かび上がらせる専用の機能が、画像処理の機能があって、それを使って画像処理をするっていう感じです。で最近はですね、レジスタックスって聞いた話によると古いソフトというかあまり更新されてないものらしくて、スタック処理はオートスタッカートっていうソフトで行って、ウェーブレット処理、画像処理はレジスタックスでやるっていう風に、ね、2つ作業を分けてやるのが通例みたいですね。まあ私が撮った写真は全部レジスタックスだけでやりました。まあ上を目指す方はそういうオートスタッカートっていう別のソフトでスタック処理をして、それをレジスタックスで取り込んで画像処理っていうのがいいですよと。レジスタックスも、オートスタッカートもどっちも英語のソフトになるんですけども、ブログとか動画とかでそのソフトの使い方を説明してくれる方がねいらっしゃるんですよ。私もその人たちのおかげでできたんですけど、わかりやすい、記事がありますんで、こっちをご活用いただければなと思いますね。はい、皆様お疲れ様でございます。惑星の撮影編の前編はここまでになります。結構内容濃いというか難しいわけじゃないんですよね。初めて聞く話が多いんだと思うんですよ。皆さんにとって貴重なお話になれば嬉しいですね。はい、それでは、後編もですね、後編の後編になりますけど同じタイミングでアップしてます。こちらから行けますのでぜひそちらもチェックしに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。